皆さんこんにちは、野藤幸です。アルペンボードのプロスノーボーダーとして活動しています。モスの営業と板の開発にも携わっています。今回僕が持ってきた板は来年リリースされる SR MAX というボードになります。 SR MAX はモールドも一新して新しいコンセプトのもと生まれたボードになります。今までの SR、SR ライトはどっちかというとノーズのロッカーを上げて操作性を重視したボードになってました。 SR MAX 新しいボードはノーズのロッカーを下げつつも最初のトライの部分でしっかりと雪が噛んでくる、そういう感触が分かるボードの設計になっています。最初から自分のラインを決めて操作できることによって最初が決まればターンの後半もおのずと分かってくる、仕上がりはこういう風に仕上がってくるんだろうなっていうのが感じ取りやすいボードです。カラーも一新してこの緑が新機種の SR MAX、 ぜひ皆さんもターンのトライの部分から違いが分かるコンセプトを体感してみてください。